飲んでください。お立ち台に立てたら嬉しいです。立ちましょうね。優しい言葉ですね。箱入りばあちゃんのこの本音でしょ。お子さんを見ているような感覚なんでしょうね、きっとね。こちら日向に置いた冷ややこ、アンパクです。ネオカミューズデビューが一番遅かったというのは、ファンからもマスコミからも期待が大きすぎたことにあると思います。出したはいいが、がっかりでは済まない人物だからです。そのために時間をかけてでも期待に応えられる。